大輔騎手です。どうぞ壇上にお上がりください。拍手お願いいたします。佐々木騎手は本日第2レースが初出場となりました。続きまして美穂の尾形和幸厩舎所属土田真人騎手です。どうぞ壇上にお上がりください。拍手お願いいたします。土田騎手は本日の第1レースが初出場、続く第2レースも騎手を行っています。続きまして、美穂の鹿戸雄一厩舎所属、西塚浩二騎手です。どうぞ壇上に上がりください。西塚騎手はこの後本日第8レースが初騎乗となります。そして最後に、美穂の加藤和弘厩舎所属、水沼元気騎手です。どうぞ壇上に上がりください。水沼騎手は明日の第2レースが、4名の新人ジョッキーお一人ずつ今後で受けましたので、抱負や意気込みをお話しいただきたいと思います。それではまず佐々木大輔騎手からお願いいたします。レースに関してまだまだ技術であったり経験も全くないのですが、しっかり一クラ一クラ大切に騎乗して、なるべく早くレースの流れだったりそういったものを覚え、一つでも多くの勝利に一つでも多くの勝利につなげていけたらなと思います。応援よろしくお願いします。土田真人騎手お願いいたします。土田真人です。今日デビューを迎えられたのもたくさんの方々からの支えがあったからだと思います。本当に感謝しています。たくさんの方々から信頼され、一クラ一クラを大切にし全力で頑張りますので、応援よろしくお願いします。浩司です。新人賞を目指して頑張ります。そして関東代表できるような騎手を目指して頑張りたいので、応援よろしくお願いいたします。それでは水沼元気騎手よろしくお願いします。はじめまして、水沼元気です。僕は今日は、この新人騎手紹介のためだけに競馬場に来ました。もうすでにちょっと緊張してきてしまっているんですけれど、明日、全力で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。
の黄色皆様でした。それではもう一度、みんなの拍手をお願いいたします。